はい、どうも皆さんこんにちは、モンです。今回はですね、タイトルにある通りホットウィールの改造ミニカーの紹介ということで、今回はね、こちら、イニシャル D に出てくる、NA ロードスターですね。スエツグトールですけど、スエツギトールが乗っていた、赤い NA ロードスターになります。こちらをね、あのホットウィールの MX5 ミヤータをね、モデルに作っあーベースにね、ちょっと雑に改造してみました。こちらリペイントはしておらずに、あ、して何言ってしていなくて、あの田んぼ印刷を落としたり、ちょっとパーツをね、オプションパーツを付け加えただけでやって、特にあのなんていうの、大変な作業はしてないんですけど、でもやっぱり一番大変だったのがこれ、ハードトップ作るのめちゃくちゃ大変でした。なんか下手だからかな。あのここのへあのリトラも意外とあの形合わせるの、めんどかったんですけど、あのこのそそあハードトップが一番難しかったし、なんかここもチリが合ってないですよね。ちょっとね、ここは改善点なんですけど、運転席にあったロールバーもね、あの取り外して、左ハンドルから右ハンドルに変えました。なんでね、内装がめちゃくちゃ汚いんですよ。で、ホイールは、YSP アソートの、箱スカから取ってきました。はい。で、ここ、フォグランプをね、パテで再現して、ナンバーもね、ここにあったのを削って、上から、雑に塗って、赤で。で、この、このね、ナンバーをね、白ナンをつけるっていうね。もうめちゃくちゃな改造しました。はい。まあコラボって言っちゃなんですが、まあ今まで動画にしてきたね、イニシャル D 改造ミニカーをね、紹介しましょう。カプチーノですね。青島のカプチーノから、作りました。これ私が改造した中でも特にね、自分で言うのもなんですけど、お気に入りのミニカーなんですよね。ちょっと傷も増えてきたんですけど、やっぱりここのリップスポイラーと、あのフォグランプとか、あとリアのスポイラーもね、自然にパテでうまく作れたかなというところで、すごい気に入ってます。はい。で、これですね。エボ、小早川かな、のエボなんですけど、やっぱりこれが一番大変だったイメージがあるんですよね。やっぱここを切断して、またこう持って、パテを持って、この、凸を作るっていうのがね。で、ここも、凹凸、ここの、エアロもね、大変だったんですけどね。まあね、まあ、ここもね、ここがね、一番お気に入りなんですよね。このエボのね、ここの台形ができてる部分で。ここもね、雑でね、もうここら辺なんてのもやる気なくしてね、塗装しちゃってますからね。で、あ、そうだ、マフラーもね、つけたんですけどね、めっちゃ汚いですね。ちょっと、つけ直し、しないといけないですね。で、これも頑張ったんですよね。この、うわー、取れそうだけど、取れないんですよ。一応、GT ウィングも、ここ、霧で穴開けてね、めっちゃ、やったんですよね。まあ、そんな大したことしてないんですけどね。はい。で、ベースになったミヤータと比べてみましょう。こんな感じです。まあ、そりゃ違いますわなって話なんですけど、まあ、見てもらえればわかると思うんですけど、赤の色味が全く一緒で、まあ、こっちの方が汚いんですけど、いじってるから。そうですね。まあ、ちょっとね、塗装したなーってぐらいだと思うんですけど、これ、つけられません。あ、つけられません。このロールバーがね、邪魔して、つけられないんですよ。内装も見てもらったらわかるんですけど、ロールバーを取り外してね、ハンドルの位置も違って、みたいな感じですね。ここも汚いですけどね。まあ、ちょっとね、これの色が、ま、全体とちょっと違うっていうのと、ここのチリが合ってないっていうのが、ちょっと課題ですね。はい。まあ、時間があればね、また直してみたいと思っています。ということで、今回はね、イニシャル D に登場してきたね、
NA ロードスターの改造ホットウィールの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。